お、すげえ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 ちょっと見てこれ面白くない最高。 Hey what's up guys、 どうもヒデです。さて今回もスーパーマリオオデッセーやっていきたいと思います。久々のゲーム実況の動画になるかな長い間待たせてごめんなさい。では早速月の国行きましょう。さあ行きましょうか。決戦クッパのムーンウェディング、あんま言えないねムーンウェディング行きましょう。とりあえず教会の前まで行けばいいのか。いいね、月らしくこう重力がね少なくなってるね。うわ何これ、おお、これ降りるのもさタイミングが狂うね結構。よしよし、でなんだろうこいつ、超宇宙人じゃん。なんだ超宇宙人っていう発想。うわしかもドリルだよ。オッケー、こいつ無視。待ってろピーチ、今助けに行くからなって。うわお、教会ちょっと上にあるじゃん。あの中から行くんだろうなきっと、内側から登っていく感じね。おっと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 、今のやばかったね。あのまま行ったら奈落の底だよやっほー、さあ行きましょう。キノピオいるね、なんだろう。姫はこの上ですみたいな、怪しい穴がありますそれだけかよ。でもここから行くしかないだろう。うん、え、落ちたんだけど。えちょっと待ってくれ、超クッパステージじゃん。地下の洞窟だって。これ教官通じてんのかな。ここは体が重いね、地下だからより重力があれなのかな、きついのかもしれない。あの火の玉小僧いるかな。パタパタに乗ってけってことか。よし飛ぶ。あー B 連打パターン、 B 連打パターンだ。うわこいつらも全員さシルクハットかぶってんだけど、やだわ。おお、わあやばいやばい、ああバーンって燃えて死んだよ、燃え尽きたねてか本当にここか。でも上がることはできるね。ちょっと戻ろうぜ、他にもありそうだ、ちょっと探してみよう。さあ頼むから会ってくれよ。おお、スフィンクス、これはちょっと怪しいね。クイズは得意だよ。さあクイズタイム、今は問いに答えてる場合かスフィンクスやるね、面白いやつだ。ケチ、いや、あ、そうだ、正しき答えを持つ者は今はなすべきことをなせいいえが正解だったぜ。どいてはくれないのね。あの上んとこ行きたいよね、なんか線っぽいのあるからきっとあそこから上がってくんだろうなーって思うんだけど、振ると早く飛べるって書いてあるけどさ別に相対して飛べないんだよね。おうおうおう、このハートのキング王様取りたいよね。なんかあるじゃんここ、鍵、鍵いるの、電線かこれ。おうラッキー、上昇、やっぱ上がれたな線っぽいので。でこれ踏むとどうなる、動くか動き出すのか。いやよしこいつになれた、結構危険。オッケー、でもここで必要でしょきっと。おお怖い怖い怖い、ここでも超えられない？超えられる、いいね、クリア。でもう一回同じようなことをするのか。で次はここ段差あったんだね段差あるのは気づかなかった。さあここはどうすんだ。おおほほほほほほほ、
これ慣れるかな。慣れた、いいじゃんいいじゃん。うおへい。でもさ、これどこ行くんだろう。あ、でもあそこに電線あるからきっとあそこ行くんだろうな。お、ちっちゃいの倒していけるね。ただこれ大丈夫か、ちょっと加速しとくか。オッケー。おー、しかもキャッチできてるじゃん。いいねいいね。ちょっとこいつになっとこう。で、メガネかけると見えるんです。なんもないんだけどね。これ踏んでからか。踏んで見るんです。オッケー。いや、ダメだダメだ、こいついないとちょっと怖い。やべやべ、時間がなくなった。でもまあなんとなく分かったからね。行きましょう。とわっ、これこそが神の道ですよ。イエーイ、ゲットー。さあ次の電線でゴー、レッツゴー。イエー、あいつ初めてだわ。でもなんか前のマリオとかには出てきてたね。これどうすんですか。ヘイブロ、イエーイ、変身できた。この顔見てみ、長押しして離すとタックゴー。はい、サンキューブロきっとあそこから行くんだよな。だからこの間を行きたいね。ここだ。でこいつに変身。はい、サンキュー。オッケー、レッツゴーブロ、ゴー。イエーイ、かなり爽快だね。オッケー、ナイス。これもいいんじゃない。次教会のとこ行くんじゃない。ほらこんな高いぜ。まだか、まだなの。わい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 、このおばさんここにいるの覚えてる。このおばさんもしかしてさ、あいつらのお母さんなんじゃない覚えてるけ、竹の国ではいろいろと世話になったね。ブルタルズの分もまとめてお返しさせてもらうよ。パワーアップしたワンワンちゃん寝そんでっちまいな。やっぱこれお母さんじゃね。ブルタルズマル、うう、さあ行くぜー。イエーイ、どんな問題。やべ、怖い怖い、鬼の形相、鬼の形相、鬼ババや、鬼ババや、鬼ババが現れとうで。よし、イエーイ、鬼ババ怖え、鬼ババ怖え、鬼ババ怖え、イエーイ、画面ヒット。ますますもう険しいね。おい、目が黄色いぜ。おおおお、やべやべ、顔もさらに真っ赤っか、やっば、やっべやっべやっべ。よしよっしゃ、はい、ゴー。やべ怖え怖え、この人のさ肉弾攻撃が一番怖えよ。さあラスト一発いくぞ。3、2、1、ゴー。いい顔だ。グッバイイエーイ。ちょっと待ってよ、ムーンじゃないの。ムーンもらえると思ったのにな。マジかよ、ムーンもらえないんだね。でもこれで次は教会でしょ。
さすがにこれ教会じゃなかったら嘘って感じだよ。もうやり込み要素ありすぎって感じ。最後の総まとめ感ありすぎだろみたいな。疲れてんですよこっちも。でももう教官のとこだ。やっぱり上に行けたね、あそこからね。最初の自分の顔を信じなきゃダメだね。また復活するわけですよ、永遠の丘。早く。分かってるんですよ、ただ重力ねえから結構走るの時間かかるんですよ。せかすな、キャップせかさないで。ここ、とりあえず踏んどいた方がいい？今のヒップドロップのさ、弱さ見た？さあ、異議を唱えに行こうじゃないの。超白いよ。なんて書いてあるかわかんない。黒い文字にした方が良かったね、任天堂。ちょっと待ったさあ、来た。ちょっと待った。今の見た、笑顔だったぜ。まるでこれをやってるのがさ、ん？ああ、びっくりした。こいつらなんでここにいるんだと思ったよ。こいつら このさ、クッパとさ、あの敵対してなかったっけと思った。そしたらそれでここにいたらさ、おいお前らこっちの味方じゃなかったのって感じじゃない？でもさ、見てくれよ、あの機械を無理やりここに。よかったよ、じゃなかったらもう誰も信じられないぜ。マリオの世界ですら誰も信じられなくなっちまう。よかった、そうならなかったよ。人多いなぁにしても。ちょっと待って、一人さ、何か分かっ起こってるか分かってねえやついたぞ。このこいつはもう確実にノリできたな。市長、よかった、間に合いましたねって。市長よ、まずあなたは自分の死のことに集中してくださいよ。あんなボロボロだったのに。無理やりクッパにね、来られたらね。でもダメだよ。てかこれは何だろう、これ私のよ、いや俺のだ、これ私のよ、いや俺のだ、みたいな感じ。それとも、いや受け取れないわ、いや受け取れ、そんな感じ。まあどっちにしたってピーチには得しかないと思うんだけどね、物さえ手に入ればね。てか談笑しすぎだろあそこ。あとシチューも多いな。では行きますか、ラストバトルだと思うけど。さあさあ、そこまでだお二人さんと。てか指輪でかっ、首輪だよなもはや。何が起きるの、この後何が起きるの。これ64のマリオの時にさあったやつだよ。おお、頑張ってる頑張ってる、キャップ頑張ってるよ。あーダメじゃん。ダメだったね。あれ、これもしかして、おお、クッパか。大仏との戦いだと思ったよ。大仏って言っていいのかわかんないけどさ、うわ、首輪っていうか、なんていうの、いい感じのさ、あれだよね、輪っかになってる。ガー、読んでもないのにノコノコと、ノコノコいるような。今頃そんな場違いな格好で来てもお前の席はないぞ。しつこい邪魔者は花と散り、結婚式を彩るがいい。赤い色だからバラになるのか、かっこいいね今の。くたばれマリオ。さあ、雲の国以来の2戦目、行きましょう。ハッピーエンドだ。これハッピーエンドなのか、明らかにバッドエンドだと思うんだけどね。おお、そうだ、こんなのあったな。そういや、いきなりこの攻撃来る。ララ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 ラ、やべ、ちょっと早かった、でもいいや。イエーイ、この前のさ、やつの3段階目のやつが最初から来てる感じ。おお、今の何さ。クッパリアルすぎるよ、怪獣として。どれ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 、
あ、やべ、向こうだった。うわ、向こう行っちゃった。あ、戻った。クソミスったな。うわ、やべ、うお、あった。よし、さあジャンピングアタック来るんだよね、分かってるんだよ。ほっほっ、で投げまくってくんだよね。うわ、ちょっと待ってよ、これ避けなきゃいけないやつ。はい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 、ほう、おお、2段階来ると思わなかった。やるね、クッパ。クッパってね、結構俺の中でかっこいい部類なんだよね。髪型とかほら見て、ちょっとおしゃれじゃない。マリオよりもおしゃれ、気にしてるよ。浮いてくる。おお、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 クッパ強え。はい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 、でこう1回目は1回だから、多分3回目になると3回になるんだろうな。逃げようっと、で炎をバーってやってくるから、ほっほっ、 OK、 逃れた。でこっち、こっちか、よし、うまいこと言ったね。ここまでは順調だよ。問題はこの後だ。おい、最後のやつだけ普通なんだな。あとは全部避けなきゃ。ほっほっ、イエーイ、うまいこと言った。金見てスマッチ。ハートない。ゴジラみたいだね、火の吹き方。そうじゃね、ほっ、おお、長い、めっちゃ増えるんでしょ帽子。ほら増えた、こっちか。ああ、もうこれはでも、ああ残念、取れなかったな。こっちか、うまく手に入らなかったな。このね、白い帽子を当てなきゃいけないんだ、帽子で。よし、いった。さあこれで最後だぜクッパ。さすがに4度目はないでしょう、パターンからしても。うわ、火がやばい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 。これも避けなきゃダメ。おお、おい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 、はい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 、オッケー、1回、2回、3回、さあとどめですよクッパさん。お、予想外の一発だった。いやー、ガチャ。あら、ま、裸になっちゃったね。で、で、で、わー、デューで、ウェディングドレス姿になっちゃってるじゃん。エンディング流れてるけど、ピーチークッパから早く逃げてよ。どうしたどうした、崩れるぞ崩れるぞ、やべ、インディージョーンズやん。クッパはまだクルクルってなってるけど、わわわ、やばいじゃん、本当に崩れるじゃん。おお、クッパもろとも奈落の底へ。これバッドエンド。まさかね。これどこだ。ああ、あの登ったところか。多分そうだよね。てかなんでピーチクッパのそばなのよ。こっちじゃないの。お、おお、やばい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 。ピーチー、ピーチー、どうしたらいいのでしょう。これね、実は知ってんだ。こいつになるんだよ。まさかのクッパに変身っていうね。やばくない、クッパとさ夢のコラボレーションだぜ。いやーって言ってるわ。
こんなやつ一緒にやりたくないよってことか。しょうがないだろ、命がかかってんだから。マリオなのかクッパなのかもはや分かんないね。おお、意外にピーチってこういうの好きだよね。パンチ、イエーイ。急いで脱出しないと。分かってる分かってる。はい、こっち、どう行くの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 、どっちはどう行けばいいんだ。うーほー、デューデュ、はい、来た。うーほー、これ何さ、一体この色が変わったところはきっと落ちるんだろうな。うわ、ダメージ、怖い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 。あー食らった。でも結構余裕はある。こっち、おお、これ滝の国っぽいね、橋が最高。お、あるじゃんあるじゃんあるじゃん。ちょっと待ってよ、これまさかまさか。おお、デューデ、これやばいね、クッパを操作してるよ。やべえ、こんなこと今まであっただろうか。俺史上初めて、ニンテンドー史上は分かんないけど。よいしょ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 、よし上がれた。はい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 、いきますよ。はい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 、どんどんいきますぜ。よし、さあ2つ目の壁、まるでサスケやな。何これ何これ、ちょっと待ってよ、何これ。おおおお、かっけかっけ、イエー。もう何が起きたかわかんねえけど、何これ何これ何これ、どういうことどういうこと。外が見えたよ、あと少しで脱出だ。あっちへ行くってことか。あやべやべ、もう完全にエンディング入ってるんですけど、しかもさ、ノリに乗った音楽で。これこれこれか、こういうこと、あれを壊すのか、そういうこと。やべ、ダメージ食らって、しまった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 。こうやってなり、もう全てを壊すのがいいね。やべ。いいね、光光光光、イエーイ、来たー。この演出俺結構好きかも。さあ行こうか、このノリに乗ってる音楽に乗せてこの箱壊していこう。はい、ごめん、多分全部そうやってやっていくんだろうね。はいはい、あ、ダメージ食らって関係ない。はい、2個目、はい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 、はい、3個目、次ラストですよ。よいしょ、はい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 、これラスト、これでどうなる。崩れる、真ん中に逃げよう。さあこれでこれを壊す。やべやべ、これどうすんだどうすんだこれ。あ、光ってきた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 。お、すげえ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 。ちょっと見てこれ、面白くない。最高。すげえ、クッパとピーチだからね、ノットマリオで。
地球向かったわけじゃないの、月なのね、あくまで。そこちょっと俺の中で不思議だ。美しきピーチ姫。美しき兄弟愛かな。いいね。おお、まさかまさか。おお。これはあれだ、ちょっと待ったーが入ってるわけだ。二人とも振られてるぜ。命がけでさ救いに来てるのにさ、そりゃないだろピーチ。帰りましょうって言ってあの二人と帰ろうとしてるし、マリオ置いてくぼり。いやまさかそんなことないよね。二人慰め合ってるよ。いいライバル関係だね。バイバイって、いやいやちょっとマリオは帰れないって、マリオ帰れないって。おいどういうことだよ。それとも何、マリオとクッパ友達だから一緒に船で乗って帰ってこいって。クッパ蹴り込んだ。What? これエンディング?総まとめ入ったぜ。ブラボーブラボーブラボーか?ちょっと俺の中で不思議なことがいっぱいあるぜ。多分これね、2周目とかさ、ムーン全部集めたらとかきっとなんか違うものが出てくるんだよ。最後は結婚式にあげれるんじゃない、どうなんだろうね。2周目まあ発展プレイしようかな。でも総まとめだね、ほんと長かったわ。まあ、ボス戦はそんな大したことはなかったけど、ただムーン集めが結構大変だった印象があるね。ほんで最後のあれ見た、ピーチ姫がさ両方とも振るっていうね。しかもクッパもなかなか諦めの悪い男だったね。待ってくれピーチ、俺は本当にお前のことが好きなんだって言ってパックンフラワー出してくるね。でマリオはそんなみたいな。それで出してきたのさ、スピード上げる花だからね。それで言い寄られたピーチは二人とも嫌いみたいな、ごめんなさいみたいな。ほんで挙句の果て置いてこうとしてるからね。ほんで二人の友情ね、振られた者同士の友情、いいじゃないの。きっとこれでクッパが使えるようになる、多分わかんねえけど。それでね、俺たちね一回あれなんだよ、ピーチ城行ってんだよ、あの絵のワープ使って。ほんでヨッシーがさ今忙しいから後にしてくれみたいな感じになんか書いてあって知ってたんだけど、ピーチ城もあったんだ実際そこに。で今回それ出なくてエンディングになっちゃったじゃん、どうなんのって話。あのまま一緒に帰ってそっから2周目スタートって感じなのかな、わかんない。もう予測はねものすごい立てるよ、だけど現実どうなるのかは分かんない、この状況だと。てかクッパの城ほんとねやばかった、華やかだったよ。やっべ、いろいろあったな。でもこうやっていろいろ見るとさ、そういうのを思い出せるエンディングでいいね。やっぱあるんだ、あの電撃になったやつ、クッパとさピーチが。あ、ピーチ城出てきた、ほらピーチ城だよ、64でも出てきたピーチ城だよ、サーキットにも出てくるピーチ城だよ。続きがあるんだねやっぱ。 Thank you for playing. Thank you so much for playing my game. マリオが喋ったぜ。それで?ん?ほらほら、やっぱりこれだよこれ、謎のこれだよ。ほら、これの謎があって、
感じだよね。ほらなんか謎の起こしながら終わったぜ。絶対あれなんかあると思ったんだ俺。キノコ王国へ行けるようになった。キノコ王国なんだあれは。そうだ、ピーチはキノコ王国のお姫様だったね。ショップにパワームーンが入荷された。おお、新しいパワームーンが入荷されたんだ。おお、さらにミュージックリストが追加された。ミュージックリスト、へえ。おお、キノコ王国じゃないの。よし、会えるかな。どうなんだろうね。うわ超平和だわ。見てこののんきに寝てる姿。平和だね。月の国まで行ってたのが夢みたいだ。二人は無事に助けたし、めでたしめでたし。だけど僕は旅を続けたいよ。もっといろんな帽子を見てみたいんだ。ちょっと待ってくれ、いろんな帽子を見てみたい。ショップへ行け。世界中のパワームーンを集めたら知らない場所にだってきっと行ける。ということで今後もよろしく。続編あり。とりあえずピーチ城に行ってみようよ。パワームーンが250個集まった。これで月の国裏に行けるよ。裏、いろいろあるわ。さて、というわけで今回のビデオはここまでにします。いや長かったね、月の国ね。思ったよりも長かったよ。ただクッパに慣れて面白かった。さあ次回はピーチ城だぜ。次も絶対に見てくださいね。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も忘れずに押してください。 See you next time. Thank you for watching, bro. Bye.